7人組ダンス&ボーカルグループ、BE:FIRST のジュノン・ソータが、20日放送の BE:FIRST がグループでナビゲーターを務める番組、Amazon Music Million Billion J-Wave、毎週土曜17時に出演。8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルについて絶賛する場面があった。ソータ、マゼルの曲は、すべて完璧。マゼルは、スカイハイ主催レーベル BMSG から誕生したダンス&ボーカルグループ。BE:FIRST にとっては後輩にあたるが、ジュノンが、先月アルバム出してまして。と、ファーストアルバム、パレード、について言及すると、ソータが、めちゃくちゃいい曲多いんですよねと熱っぽく語り出した。あんまりお会いしたことないんですけど。と、合間にしっかりボケも挟みつつ、アルバム内の曲、ファーストデートの、フック、サビの落ち方とトラックの変化の仕方について、行き過ぎないけど裏切られて、めちゃくちゃ気持ちいいところでフックが始まると熱っぽくかつ専門的な説明をスタート。トラックともうメロディーもすべて完璧でめちゃくちゃいい、予想もつかないみたいな、おーおーってなる気持ち良さがあると絶賛した。ジュノン、マゼルのメガボルトは、洗練されてる、同曲の良さにうなずいたジュノンも、マゼルってグループがありまして、僕を愛したことないんですけどとソータの前振りを踏襲し、アルバム内曲のアイス、を、振り付けもビデオもすっごい洗練されてて本当にいいと絶賛。二人でボケをかまし合いながら、後輩グループのファーストアルバムについて語り合っていた。